はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、まさかのお店さんから撮影許可いただきまして、本日訪れたお店はビックリドンキーさんでございます。ビックリドンキーさんといえば、僕の高校生時代とかもものすごくお世話になりました。ハンバーグが無性に食べたくなる時あるんですよ。皆さんもありません？で、今回いただくメニューがビックリドンキーさんといえばのあのね、ワンプレートも食べたいメニュー好きなだけと、プラスアルファで気になるね、一品物アラカルト系なんかも注文しております。もちろんね、デザートも注文してるんですけれども、最初に持ってきていただいてしまうとパフェとか溶けちゃうんで、これはね、デザート用に後に注文させていただくとして、今ね、ちょっとこれ手元にあるドリンクメニュー見てみると、こうしたね、クラフトビールなんかもあったりとか、ノンアルビールについては自社でもね、作ってるみたいですね。ひとまずね、ハンバーグ系やサラダにアラカルト系と一通りいただいていこうと思いますので、早速ね、注文したいと思います。はい、ということでね、今目の前にとんでもない数のビックリドンキーさんのね、メニューが到着いたしました。今回はね、こんな感じで注文させていただいたんですけれども、ちょっとね、メニュー表を見るとあまりにも食べたいのが多すぎる。すべて食べたいものを頼んでしまうと、とんでもない量になってしまうので、今回は、ちょっとね、ある程度、これが食べたいですとお話しさせていただいて、数品ね、こうやって選ばせていただきました。まあ、ひとまずね、このあったかいうちに食べるのが一番だと思いますんで、早速ね、いただきます。まずちょっと一品目はね、サラダからいかしてください。まず一品目が、ドンキークラシックサラダでございます。あ、うまそう。うん、うまっ、うまっ。またドレッシングもさ、さっぱりしすぎてないのよ。ハンバーグと一緒に食べてもしっかり存在感のあるサラダですね。うん、一応ね、ベジファーストもしましたんで、早速ね、あったかいディッシュいっちゃいましょう。まず一品目がレギュラーバーグディッシュということで、メニューにもよるんですが、このディッシュ系 150g か 300g 選べまして、こちらはね、 300g の大判のハンバーグでございます。いやー、このハンバーグですよ皆さん。よっ、これですよ。これさ、好きじゃない人いるってぐらいほんとうまいよね。いやー、ちょっと一口目いただきます。うまい。やっぱ幸せだなこれ。うまっ。何なんだろうな、この親しみやすくて特別じゃないんだけれども、家じゃね、絶対真似できないような美味しさがあるのがハンバーグで、なんかね、すごく虜になるのよ。箸が止まらなくなるハンバーグというか、いや、これはね、ほんとすごいハンバーグだよね。うまっ。うん、はい、とさらめのレギュラーバーグは完食でございます。次はどうしようか。ちょっとカレーもこれいきたいんだけど、これね、気になるメニューがあったんですよ。これブロッコリーの箱舟っていうメニューらしくて、名前でね、ちょっとね、頼んじゃいました。でもこれは絶対うまい。うん、これ止まんねえわ。うん、うわ、この一品めちゃめちゃいい。最高のつまみみたいな。こう噛むたびにさ、ブロッコリーの甘みがじゅわって出てくるの。ちょっとこれブロッコリーにね、集中しすぎてるとなくなっちゃうんで次のディッシュいきましょう。はい、こちら2品目のディッシュということで、カレーバーグディッシュでございます。今回はね、分かりやすいようにノーマルのカレーバーグディッシュ頼んだんですけれども、カレーバーグディッシュはこのレギュラーのもの以外にもチーズが乗ったものや目玉焼きのたもの、こういったものもあるので、ぜひね、それはお好みで皆さんご注文ください。よいしょ。ちょっとこれカレーは最初からスプーンでいかしていただきます。
まあ、なるほどね。ちょっとね、僕初めてびっくりドンキーさんでこのカレー食べたんですけど、スパイスの香りもしっかり効いてますし、それがねこのハンバーグにぴったり合いますね。これは一瞬でなくなりますわ。でもこれ結構スパイス効いてるから個人的にはめちゃめちゃチーズ合うと思う。ちょっと今度このカレーにチーズのやつ頼んでみよう。ということで2皿目完食いたしました。辛味はそんなないんだけれども、スパイスのいい香りが結構するんで、ものすごいね、食べてる最中でもどんどんねこの食欲が湧いてくるような、ものすごいうまい一皿でございました。てか今のところサラダもうまいし、アラカルトもうまいし、もちろんディッシュもハンバーグもうまいし、抜け目がない。そしたらこれちょっとね、冷めちゃうといけないと思うんですよ。ポテトあったかいうちがいいんで、こちらはもちろん定番のアラカルトビッグリフライドポテトでございます。やっぱりね、ハンバーグ系にはこの厚切りタイプ、ホクホクしたねお芋がめちゃめちゃ合うと思うんですよね。うまっ。塩加減がね程よい、お芋感がバッチリある。サラダも完食でございます。全然、ね、箸が止まらないわ。そしたらちょっとね、そろそろ甘いもので休憩を挟みましょう。これね、ずっと見えておりますいちごミルクなんですけど、ビッグドンキーさんね知ってる方だったらもはやこれも定番メニュー。やっぱねこの見た目がねいいですよね。いちごとミルクしっかり混ぜて、これですよ。もういつぶりぐらいだろう、高校生卒業して以来ぶりかな。いただきます。うまい。程よい甘さとやっぱこの果肉感がいいよね。うまい。これもう一周いけるな。そしたら続いて3品目のディッシュですね。こちらが黒デミバーグディッシュでございます。もうデミソースがねこれふんだんに使われた一杯でございますね。はい、うまい。このデミもコクがあってね、ちょっとほろ苦くて、それがねまた肉汁と合うんですよ。でもほんとさ、ビッグイドンキーさんってお財布の味方というか、まあもちろんね 150g とか 300g でメニューによってもね全然値段は違いますが、どのディッシュ系を頼んでも1000円いくかいかないかの値段から1500円ぐらいでしょ。普通さ、こうやってご飯とサラダとハンバーグのセット、他のお店とかで頼んだら、まあ、2000円前後とかね絶対すると思うんですけど、これだけ美味しいのがその値段で食べられるのはかなりね助かります。やっぱうまっ。一瞬でございました。食べるペースが早すぎて今日の撮影の尺大丈夫かな。そしたらちょっとね、最後のディッシュ行く前にデザートね頼んじゃいましょう。あ、すいません、デザートをお願いしてもよろしいですか。大丈夫です。はい、お願いします。はい、そしたらデザートが来る前に最後のディッシュ行っちゃいましょう。これびっくりドンキーさんだったら一番好きってお客さんも結構多いんじゃないでしょうか。ポテサラパケットディッシュでございます。
で、こちらのメニューに関しては300g がなくて 150g のみの販売となっております。いやこのハンバーグね、初めて食べた時僕もね衝撃を受けました。ね、こんな感じなんですけど、よいしょ、これね、ハンバーグの中にポテサラが入ってるんですよ。このね、ポテサラが本当に絶品。うまいね。うん、もちろんハンバーグ自体も他店じゃね味わえないような特別なハンバーグですけど、このねポテサラに関してはさらに特別ですよね。他店じゃ聞いたこともないし見たこともない。うん、最後のディッシュも完食でございます。いやでも改めて考えると量多いか。そしたらこれがデザート系以外で最後の一口でございますね。うん、うまい。こうやって画面で見るとまあまあ圧巻ですね。確かにこれは食いすぎだ。ということで一気にねこの画角が可愛くなりました。はい、パフェでございます。やっぱり締めには甘いものが食べたいんで、まずこちらがストロベリーソフトでございますね。まあこれはさ絶対にうまいよね、外さないよ。いや甘くてうまい。今までこう摂取した肉汁がこの冷たさでねさっと流れていく感じ。いちごパフェにはねこのいちごゼリーが入ってるみたい。うん、あ美味しい。お、白玉も入ってる。うん、うん。続いてこちらですね。こちらが塩キャラメルプリンパフェでございます。プリンがすごいよ。ちょっとこれいただいちゃおうかな。甘じょっぱいに外れはない。うん、中間層にねパフというかクランチというか、まあ、そういったものが入ってるんですけど、このねサクサクとした食感がいいですね。うん、やばいなこれ、びっくりドンキー会がもう終わってしまう。もうちょっと注文しとけばよかった。そしたらこれが最後の一口でございます。うん、はい、ということでごちそうさまでした。ということでね、本日はビッグイドンキーさんでこれだけね好きなメニューをたくさん頼みましたが、物足りないぐらいもうねどれも美味しかった。いやーね、もう全部美味しくて数品を選ぶっていうのはほんとコク。いや改めてね、僕も久々にビッグイドンキーさんで食べましたけど、ほんとねどれも美味しかった。もちろんねビッグイドンキーさん行ったことあるよって方ばっかりだと思うので、まああれなんですけど、この動画を見て久々にねビッグイドンキーさん行きたいなとか最近行ってないなと思った方はね、ぜひね我慢せずにこのディッシュだったりとか美味しいアラカルト食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします。じゃあね、いやいい撮影だ。